脱獄再現シーン白鳥義恵は、元受刑者。今日では、収容先の刑務所で、次々と脱獄事件を起こし、昭和の脱獄王と呼ばれた異名で知られる。当時の監守の間で一世を風靡した男と評された。26年間もの服役中に4回の脱獄を、結婚、累計逃亡年数は3年にも及んだ。青森県出身、幼少期に豆腐屋の養子となるが、 徐々に素行が悪化。ついに1933年に仲間と強盗殺人を犯し、その2年後に警察官からの拷問尋問により自白を余儀なくされ、投獄される。白鳥自身は殺したのは仲間で、自分は殺す気もなければ本当に殺していないと無実を主張していたという。その際に収容された先の刑務所待遇が劣悪だったことから抗議したところ、 過酷な懲罰を受けたことが契機となり、その後、次々と脱獄と習慣を繰り返す人生を歩むこととなった。網走刑務所を脱獄した時には、放浪先で、傷害致死事件を犯し、習慣の期間はさらに延長される。この網走の脱獄の際、特製の手錠と感謝口に味噌汁を吹きかけ続け、味噌汁に含まれる塩分で鉄を錆びさせて脱獄した作戦は、 後年によく紹介されるエピソードである。その後終戦まで身を潜めるが、終戦後、畑泥棒と間違えられ、農家に袋叩きにされ、逆に相手を殺害。白鳥は正当防衛を主張するも札幌地裁から死刑判決が出たために脱獄を決意。監視6人一組で厳重に監視される中、白鳥は脱獄に成功する。 最後に捕まった際は、警官から当時貴重品だったタバコを与えられたことが、きっかけとなり、あっさり自分が脱獄囚だと明かし自主、移送された刑務所で不良囚として扱われ、およそ人間的な対応をされなかった白鳥は、タバコをくれるという親切な扱いをされたことで心が動いたと話している。札幌交際で審議が再開し、一部白鳥の主張が認められ、 懲役20年となる。また、府中刑務所では白鳥を一般の受刑者と同様に扱ったため、白鳥は模範囚として刑に服した。1961年に仮釈放。出所後は建設作業員として就労。1979年、心筋梗塞で用を去った。71歳を打つ。白鳥は無縁物として供養されそうになるが、 白鳥が仮出所した際に近所に住んでおり、仲良くしていた当時子供だった女性が引き取り、埋葬された。週刊中、当時の看守たちは、白鳥の脱獄を阻止するため厳重に警備を重ね、あらゆる手立てを行ったが、いずれも振り切られた。このことから、脱獄者を出すと、職務怠慢で、懲戒処分になる、当時の看守の間では、脱獄するなら、 自分が当直以外の時であってほしいと評されたエピソードがある。2017年放送のバラエティ番組、激レアさんを連れてきた、にて、実際に処分を受けた元監視の男性が出演し、白鳥が脱獄したのは、自分が交代した後だったが、新人だったということもあり信じてもらえず、始末書を書かされ1ヶ月の原法処分になったというエピソードを明かしている。ありがとうございます。